久保さん、3、4ですね。<laughs> いやー、何な,なんでしょうね、億万長者合宿って。<laughs> まあまあ、事実を言うんであるならば、あの、億万長者合宿に一番参加してる、やってるのは、主催者である、僕と久保さんと。<laughs> まあ、本来だったら参加した人が僕たち以上にやるべきだと思うんですよね。だって億万長者になりたいわけじゃないですか。 うん、僕、正直、億万長者になりたいかっていうと、そのためにやってないですからね、今。うーん。多分、気づいたら億万長者になってるとは思うんですけど、別にそこを目指しているわけじゃないんで、気がついたら、あれ、通帳に何億円あるぞみたいになってると思うんですけどね。ただ、日々やることは、まっすぐに。ひたすらまっすぐにっていう。積み重ねるっていう。そう。 ね、た,ただそれだけですよね。うーんなさっきね、僕も動画撮ってたんですけど、まあそこでもちょっとそれはいろいろ言ったんですけどね。まああとね、さっきコンサルしてたんですよ。コンサル終わったんですけど、いや結構ね、言われるんですよね。今やってるその方にはすごい。それ毎回言うとこう言われるんですけど、本当に言われるんですけど、いや、吉谷さん、それは吉谷さん、それは吉谷さんっていうね。<laughs> まあ僕がね、まああの、 最後にまた、まあ、もう毎回言われるんで、もう慣れてきたんですけど、まあ、今回のコンサルで僕が言ったのがいやあのうん、僕にはやっぱ伝えられない人がいますよと。まあ、その方、今50なんですよ。で、じゃあね、まあ、その方に言ったのが、まあ、40代から始める YouTube みたいなペルソナでやってくださいって言ったんですね。40代から始める YouTube ういうふうにやるのかっていう。じゃあ、この発信っていうのは、僕、ね、 なんだ30代なわけですよ30代の。30代の僕がね、40代から始めるって言ってもね、いや、お前30だろって言われるじゃないですか。<laughs> でもその方、50なんですよ。だ50歳っていうのが武器になるわけですよ。だか50歳の人が言うから伝わる。だから久保さんだから伝わる。久保さんだから、その久保さんの年季が入ってる風格だから。ね 聞くっていう人もいるし、お前若造が何ペラペラね、神田会声で何か言ってんだっていう、僕の、僕と久保さんが言ってるメッセージっていうのは大した変わらないけども、僕の話を聞く耳を持たない人がいるわけですよ。だけど、久保さんの話だったら聞く人がいるわけですよ。だから、あなたにしか伝えられない、あなたにしか集客できないお客さんは絶対いると。絶対いるんですよ。うん。だからやればいいと思うんですよね。 だから、なんだろうな、久保さんだから、吉谷さんだからではなく、私にできることをまずやるってことです。で、私にできることすらやってなくて、ほとんどの人は私にできることすら、自分にできることすらやっていなくて、人を棚に上げていくんですよ。いや、まずやってみろと。自分ができることをまずやってみろと。手持ちのカードをまず出して戦ってみろと。手持ちのカードを戦ってないのに、ね、なんか、いや、 この人あのカードあるからどのこうのとか言ってるわけですよ。いやいやまず戦えと。手持ちのカードで勝負しろという話ですよ。でも,勝負も、勝負もせずにね、ああだこうだ言うのは、それは場違いじゃないかなと。で、勝負をして、そこで負けたんだったら、じゃあなぜ負けたのかを掘り下げて、次の戦略を立てればいいわけですよ。でも、それを勝負しなければ、手持ちのカードをどう出していくかっていう戦略も作れないですよね。 もし手持ちのカードを順番をね、こう出していけば勝てるっていうロジックができるかもしれないですし、逆に言うと手持ちのカードをいろんな戦略でやってみたけど、手持ちのカードだけじゃ戦えないっていうことが分かるっていうこともあるし、じゃあそうしたら新しいカードを手に入れいけばいいだろうし、やってみないと結果っていうのは分かんないんですよ。やってみないと次の戦略が作れないんですよ。うん。なんで人類が宇宙に行けたのかっていうと、ロケット飛ばしたからなんですよ。 ロケット飛ばこう失敗してじゃ,じゃあ,、まあ宇宙飛行士さんもね何人もし多分亡くなったと思うんですけどもその失敗を繰り返さないためにどこに原因があったのかっていうのを改善したからバージョンアップどんどんできたわけじゃないですか改善ができる場所を発見できたと失敗したことによってわかりますなんで宇宙行けたんですかっていうもう本当その通りなんですけど まあやらなければ結果は得られないですから、うん、やるっていうことが全てであると言ってらっしゃる。